萌エっ子フリーキップは北海道戸前郡羽幌町に本社を置く沿岸バスが発売するフリー乗車券である。2009年4月1日発表、同年5月1日より販売開始。北海道のバス会社では初となるオリジナルキャラクターを使った乗車券でマしュケ豊富日本海ふさふさ街道の副題が添えられている。キップの名称はルモイ地方にちなみ、 萌えっ子フリーキップとした。また、副大は、ルモイ市を南北に貫く、国道231号と232号から、名付けられ、発表直後より予約が殺到した。北海道ルモイ市町地域振興部が、バスで、ルモイ地方の旅をゆっくり楽しむ企画として提案して、実現した。キップに萌え要素の強いキャラクターをあしらったのは、沿岸バスの担当者の趣味と言われるが、 キャラクターのデザインにおいては、過剰な肌の露出を控えるなど、万人に向けての配慮を行っている。フリーエリア内の沿岸バス指定路線が乗り放題となるほか、ハボロ沿海フェリーや沿線施設で提示することにより、割引その他特典が受けられる。フリーエリアは広く、北海道総屋総合振興局管内と与ト町、ホロノベ町とルモイ振興局管内手塩町、延別町、 諸産別村、羽幌町、戸間前町、小平町、留萌市、増池町の十四町村に及ぶ。当初2009年5月1日からの1年間限定の予定で発売されたが、好評だったために翌年以降も、新規キャラクターを追加し、4月1日新デザイン発表、5月1日販売開始、という形で発売を継続している。第3シーズンからは、切符の名称が、 絶景領域、萌えっ子フリーキップに変更になり、第4シーズンからは、県主に従来の1日券、2日券に加えて新たにワイド2日券が加わった。2019年5月で第1シーズンの販売開始から10周年を迎え、2017年5月時点での累計販売数は1万枚を超える。また、キャラクターがルモイ振興局のポスターやチラシに登場したりするなど、 ルモイの人々の生活にも浸透している。概要や販売期間にもある通り、1シーズンの期間は5月1日の新シーズン開始から翌年4月30日のシーズン終了まで。この期間内に乗車券を購入し、懸命に日付印が応印された日より使用開始となる。2日券及びワイド2日券は4月と5月にまたがっての利用はできない。販売は 沿岸バスの各窓口や沿線の委託店舗のほか札幌駅、バスターミナル窓口と旭川駅前窓口、湧かな駅前ターミナル窓口及び通信販売で行っている。かつてはコミックトラの穴でも委託販売していた。第5シーズンまで一日券に300円2日、券ワイド2日、券3、200円で第6シーズン以降一日券に 370円2日、県、ワイド2日、剣3、290円いずれの種別とも、小児運賃等の設定はない。同一停留所区間内であっても、蒸気以外の路線では使用できない。観音崎キライナが描かれた、特急は、ボロ号のラッピング車両キャラクターデザインはすべて、イラストレーターの桜は夏美が担当している。豊か美咲歩み第一第4。 第10シーズンに登場。19歳のバスガイド2年生。名前の由来は、初産別村の地籍、豊上崎と、増シ町の地籍、福丹。南沢ミルカ第1、第7シーズンに登場。18歳のバス会社事務員で、休日は、豊富町の牧場を手伝っている。南沢3姉妹の次女。名前の由来は、豊富町の地籍、南沢と、 豊臣町特産の牛乳。千望岬崎台に第10シーズンに登場。18歳の新人バスガイド。豊岬三崎歩の後輩。名前の由来は、留萌市を一望する継承地の千望台と同じく同市の継承地の黄金岬清川アリア第二第6シーズンに登場。24歳でバス会社2年目の運転手。名前の由来は、演物町の地識。 清川と初産別村の地籍、有明。南沢くるみ台に第9シーズンに登場。20歳で和装メイド姿をした地元の温泉旅館の看板娘。南沢三姉妹の長女。名前の由来は、南沢ミルカと同じく、豊臣町の地籍、南沢と牛乳。ましケチエリ第3、第6、第11シーズンに登場。 19歳のバスガイドで、豊か美咲歩の動機。名前の由来は、増毛町と道町の特産物である桜んぼ。南沢みくる第3、第7シーズンに登場。中学2年生の14歳で、南沢三姉妹の末っ子。名前の由来はミルカ、クルミと同じく、豊臣町の地石、南沢と牛乳。初巻七課第4、第9シーズンに登場。 21歳の大学生で200年以上続く作り酒屋の娘。名前の由来は初管別だけとマシケの木七かまど。観音崎ライナー第4、第5、第8、第10、第11シーズンに登場。離島に住む中学1年生の13歳。名前の由来は手売り島の継承地観音崎と羽幌宴会フェリーの高速船サンライナー。 千鳥和かずも、第五、第十シーズンに登場。16歳の高校1年生。名前の由来は、ルモイ市の地籍、千鳥町と、ルモイ市観光協会のキャラクター、和ずも。しののめもいる。第五、第十シーズンに登場。16歳の高校1年生。名前の由来は、ルモイ市の地籍、篠の目町と、ルモイ市のコミュニティ FM、FM もいる。 牛尾静香、第五、第八シーズンに登場。年齢不詳で、おつぼね様的存在のバスガイド。二歳になる、娘のマナがおり、第八シーズンには、娘と共に登場する。名前の由来は、ルモイイシの知石、牛尾聖。これを訓読みしている。白浜ひばり第5、第十一シーズンに登場。離島に住む七歳の小学二年生。名前の由来は、 焼尻島の白浜海水浴場と同じくひばりが丘公園。武蔵渦高マリン第6シーズンに登場。ボーイッシュな15歳の中学3年生。僕。娘。名前の由来は、羽幌城の沖合に位置する良質な魚場の武蔵体と海を意味するマリン。アモウミナト第6シーズンに登場。地元のフェリー会社に勤務する19歳の帰国子女。 すぐに船酔いになるため、船は苦手。名前の由来はかつて、ハボロ沿岸フェリーで、手売り投航路に就航していた、フェリー、アモウマルト、ハボロ港。初館お冬、第七シーズンに登場。外見は、銀髪の美少女だが、実は初館の中の高祖母で5年108歳。名前の由来は初館別だけと、マシュケ町の知石、お冬。エビの愛第七シーズンに登場。 地元の水産高校に通う16歳の高校生。来たる萌漁業共同組合のイメージキャラクター。名前の由来は、羽幌町名産の甘えび。小早川玲子第8シーズンに登場。トミーバス立借営業所に勤務するバスの車掌。愛称は、コレコさん。トミーテックのオリジナルキャラクターで、コラボレーションによる出演。トイ・カンベツ青い第8シーズンに登場。 20歳で喫茶店のウェイトレス。南沢くるみとは親友同士。徹子さん。名前の由来は、ホロノ延町の知識、問い間別と同町特産品のブルーポピー。佐ホさんと手具第9シーズンに登場。列車の車内販売を担当する19歳の少女。手具は彼女の相棒のネズミ。これこさん、同様、トミーテックのオリジナルキャラクターで。 コラボレーションによる出演。小平市はネイラク第9シーズンに登場。17歳の高校2年生で2時間かけてバスで通学している。名前の由来は小平町の町名の語源、オピラ筆と同町の奇跡、ネイラク。墨ノエルルも第11シーズンに登場。とある行政機関に勤務する25歳。書道が得意。名前の由来は ルモイ市の地籍、住野江町とルモイ市の語源、ルルモッペ。キリリツ所長第11シーズンに登場。歩みたちが勤務するバス会社の営業所長兼統括運行責任者。40代。名前の由来は、戸間江町の地籍、キリリツ。泉源手、塩第11シーズンに登場。歩みたちが勤務するバス会社の広報、イベント担当。 21歳。ゴスロリ町の衣装をまとい、オタク趣味を持つ自他共に認める変わり者。名前の由来は、手塩町の知石、泉源。ありがとうございます。